はい、そしたらね、この小鍋から金子の旅行からずっとこれ歩いたんやけどね、ちょっとね、場所が分からなくてね、どこにもおんのやろ。ここか。ほんならまっすぐ行ったらね、右の方が、あ、右の方やな、右の方に出会い所がなんかあるんだけどね、さっきからうごさごしてんだけど、この横の池でね、大ごとしてんだけどね、横の池が大きいっすか、なんかこの辺の雰囲気を、ここだ、ここやりました、ありました。いやー、ここに来るのに大変でしたね。どっか登るんだ、これ。この辺、ちょっと大丈夫か。蛇おらんやろな。こっから上がるの。こっから上がる。よし。ここも大きなね、古墳でございましてね。これは自生されてるのかな、誰の情報。どこ書いてあるの、書いてないね。あらあら、何も書いてないね。あ、そう書いてあるな。こんなんです。ね、あ、そう書いてある。はい、失礼します。まあ、そこまでね、話してもらおう。前方こういうのやろな。これ。ちょっと、もうちょっと大きくなって。それでもちょっと見えんな、読まれへんね。はい、ありがとうございます。ちょっとね、この辺ね、水がないですね。こちらの方にちょっと見えるけどね、ハスの花から書いてるけどね、ちょっとよく回ってみましょうかね。左回られんね、こっち回ろうか。いや、これを来るのにね、ずいぶん探してないけどね、そこの池があるもんで、池ではわからんと探し回ってたんですよね。この古墳これ大きいね、これ。こんな大きい古墳これ回ってなかったか。大概大きいとこ回ったんやけどね。おお、すまんな、すまへんな。はいはい、ごめんごめん。もうちょっと洋町でございますね。これ護岸工事終わってんやけどね、ちょっと他の古墳と比べるとね、なんかちょっと今一個やね、雰囲気が良くないね。これはなんでだろう。この辺は古墳が3つ重なっておるんでね、3つかな、この辺の古墳やね。これ一周回れるかね。一周回ったら、これだけ大きく回ることね。これね、何時間かかるかもしれない、これ。え、どこ？この辺か、はい。ここやね、ここが、古墳の一番ね、右端だね。ちょっと残ってるけどね。そこから左行けんやろうな。ここは一回なんかわし来たことあるかもしれないけど。あ、これか。これはわからんね。あの入り口になったんだ。ここに立ってるよ、看板が。これ。仁徳天皇の皇后？いやいや、これは、仁徳天皇の皇后が上やったら違うのね。これ上がおそらく歩いとんちゃうか、これ。ね、これは、歩いたかどうか覚えてないな。覚えてないですわ。いろんなとこ歩いとんでね。
歩いたかもしれませんし、歩いてないかもしれませんしね。なんか歩いてるね、記憶あるぞ、これは。いや、これ違うね。間違ってるな。あの、先行くのと間違ってますわ。雰囲気よく似てるんでね。ちょっとね、やっぱり、天道場と比べたら、ね、整備がちゃんとできてないな。回れんのかね、これ一周くるっと。これ左に回る。上鍋古墳もこれ左に回る。歴史の道だけどね。行けるかね、これ回れますかね。はい、やっぱ船上回転さ、これ立ち入り禁止、船上でございます。さすがに見てるけど、どこにも行ってんのやろうね。ここか。どこ歩いてんの、ここか。どこ歩いてんの、こんなとこ歩いてんの。おお。これ大きな古墳だね、これ。もうこれの水がね、ほとんどないですわ、これ。なんかね。電池が持つかね、これ。随分取ったんでね。で、横にね、池、大きな池があるんですわ。おお、この辺は水が入ってんね。やっぱり天皇陵と比べるとものすごくね、整備がされてないというか、掃除の行き届いたんというか、ね。これ、仁徳天皇の高校とか書いてあるけどね。仁徳天皇の境やからね、わからんね。境までやったら、ここから、こんなもん、どれぐらいなんだろう。3、40キロあるんちゃうかな。これ一周回れんのかね。この辺がね、公園分の方やけどね。いろいろ言うてあるけどね、わからんねんな、あれな。大きな古墳があってもね、なんか、天皇の墓じゃないとこ言うとるけどね、やっぱり天皇の墓が多いんじゃないかな、大きな古墳は。ねえ、その周りは仏壇も、そんなもん、こんな近くに来るんやったらな、まあいいよ、ありまへん言うて。いやー、大きな古墳でした。この古墳何年も回ってないよ、とかね。ほとんど回ったんだけどね、200メートル以上やとね。なんか、先天ですかね。ここなんかもう4、5回目やからな、古墳の。先と、この上鍋か、古墳もね。こう水がいっぱい溜まってます、右やつ。全然異言もなんもないですわ。こ
ずいぶん木陰で涼しいけどね。右の方にもね、なんかこんなね、ずっとあるんでね、これが果たして何かは分からんけど、5分かな、5分か倍とか、よくにもありませんけどね。横で横がね、ずっと池になってますよね。本当に広い池があるんでね。あれ、これ帰られへんのか、行かれへんみたいね、これ行きませんわ。行けないみたいね。この向こうやけどね、どうも行けそうもないね。どこにおるやろうね。これが回れませんね。ここからずーっと向こうやったら、これこそダメやね。よし、名古屋に帰りましょう。